はい、えー、皆さんこんにちは、えー、サン,ソンチャンネルの山口サンソンですで昨日の放送で、ですねあのログインの時の情報は残るけれども、書き込みができないとで、そういうサイトを運営している人から、えー、回答書が来たと、まあ、そういうような話をしたわけですよね。で、一体何なんだと <laughs> いうことで、ですね、まあ、私はその辺んはもうちょ詳しくないもんですから、えー、どうなんでしょうねって話をしてたんですけども、 ネコピさんからですね情報提供がありまして、例えばそのネコピさんがやっているその福永先生のツイートをですね保存する <laughs> サイトがあるんですけど、そこのサイトはツイッター、Twitter、のアカウントでログインしないと使えない。あの要するに、特命のやつが勝手に使うのを防ぐためにだと思うんですけども、もツイッターのアカウントでそのログインしないと使えないと。でしかもツイッターでの書き込みはまあ当然できないと。まあ、単にに基本的にはその えー、福南先生の過去のツイートとかを閲覧するサイトですからね。なので、あのまあ、仮に猫ピさんのサイトに今ログインしたとすると、まあ、そういうことが起きるのではないかと。ですね、ログイン情報だけはあるけれども、その書き込みとかがないというような状態があるのではないかと。まあ、いうようなですね、まあ、ことを教えていただきました。猫ピさんどうもありがとうございました。えっ、ー、と、それちょっと見ていきましょうか。えっ、ー、と、サイト紹介しておきますね、一応。えっ、ー、と、t w a n t h、ah. e a r t u ドッ l i f e っていうところでね。えーここあの ツイッターでログインをして、その情報残るけれども書き込みて、ツイッターの書き込みでは当然できないと。まあ、基本的には福永先生の過去のツイートなんかを閲覧するためのサイトということになります。で余談ですけど、ここの,あのサイトの情報をあの高橋雄一郎先生があの証拠に出したんですよね。で、そしたらですね、あの福永先生があの証拠の成立を争おうとしたと、<laughs> 争う署名を出したんですね。 で裁判官からは、お前これ本当に争うのか、お前と <laughs> まあ言われてあの、結局陳述はしなかったと、まあ、いうことのようなんですね、はい。なんで、一応証拠としても有力みたいですよ。で、今日なんですけども、あの本当は昨日やろうと思ってたですね、母中隊、金、え、子、ー、先生の事件ですね、まあ、これをあのやっていこうかと思います。ですね。まあ、あの抜け早さの命のために、ちょっとあの名前を伏せますけれども、 まあ、とある人物ですね、まあ、この方がですね、あの昨日のネタの答えばらしちゃったんですよね、きのう。なので,です、ねまあ、本当はこれをやろうと思ってたんですけども、えーまあ、あの急遽です、ね、あのネタを変えて、ですね、えー、別のおネタをやったと、まあ、いうことでございます。まあ、抜け屋さんの名誉のありますので、あの誰があの明かしたということはです、ね、ちょっと言わないでおこうかと思います。 で、えっと、令和3年はの14726ですね。あの民事5部、オツロー B の事件ですね。えー、原告、伊藤遥被告、石橋康美と、安木かな、うん、という事件ですね。で、あの、金20万円を支払いということで、えっと、去年の6月5日ですね。昔、あるオンラインサインに入っていたのだが、そこの会員 A が会員 B よりセクハラされたと、サロンの掲示板で告発した。で、その告発走行をサロンのオーナーが無駄に削除した。それが分かった時、私はこの,このオーナー、マジであかんと思い、オーナーに対し、 サロン内で猛烈に抗議をしたという書き込みですね。それからもう一つですね。5月9日。これは今年ですね。今年の5月9日。そういえばかつてのオンラインサロンでのセクハラ被害の告発、真実かどうかは不明がなされたのに、サロンのオーナーが告発記事を無駄に削除したときは、普段温厚な私も切れたです、ね。セクハラ被害を介した者の声に十分寄り添わないオーナーの姿勢に絶望した。オーナーは女性だったとまあいうわけですね。あ、金子先生、温厚なんですね、普段あ なるほど、私と一緒ですね、非常にあの共通点があっていいのかなと思います。で、これに対してですね、まあ福永先生があの訴えてる、あまあ代理人となってですね、あの金子先生訴えてるわけですね。で、これはですね、一般論じゃなくて、特定事件について明示していることは明らかだということですね。で、その、童定可能性ですね。その ハーチューとは一言も言ってないし、とあるオンラインサロンとしか言ってないわけですよね。だから、いけはやのオンラインサロンかもしれないじゃないですか。ですね。まあ、神田先生が、いけはやのサロンに入ってたら、なんか、逆に笑えますけれども。<laughs> まあ、可能性あるわけですよね。書いてないんだから。で、えー、っと、なんだけれども、被告は過去に、えー、本件オンライン、本件サロンに入会していたことを多数回発言してると。で、その動画は今残っていて、検索すると多数検索できるというわけですね。 で時間的には、話はあの接着してないけれども、継続的に認識している読、読者も不特定多数人いるであろうしっていうことですね。からまたあの、特定人物を想定して認識している投稿が複数回なされていると。だから、同定可能性はあるんだと。ハーチューとは書いてないけど、ハーチュー,のハー,チューサランのことだと分かるんだと。まあ、いうことを主張なさっていらっしゃるわけですね。はい、まあ、そういう主張だということです。はい、ですかね。 そうたまにさ、こうやってあの主張を紹介するとさ、その主張、いや、それおかしいじゃないかとかですね、<laughs> 言って、なんか、こう、低評価つける人がたまにいるんですけど、<laughs> いや、それは福永先生がそう主張してますってこう、事実を伝えてるだけなんで、<laughs> そこでこう反射的に低評価つけるのは、ね、本当然やめていただければと思いますあのということですねで。そんな中、平成30年8月1日頃ですね。 本件サロンの女性会員ですね、杉原悦子さんという方ですね、これあ一応加盟なんですけれども、から男性会員との間で性被害があったとの、えー、内部投稿がなされたと。で、それを原告が管理者権限で削除するという出来事があったというわけですね。で、広1 5章っというのは出てるんですけど、これは原告と当事者である男性会員、王太田洋ですね、これも加盟ですけれども、とのやり取りだということでございます。 原稿が内容を確認し、女性が不快な思いを起こったことは悲惨であるが、性犯罪と呼べるような暴行行為が脅迫があったとは思えず、それにもかかわらず性犯罪にあったと名誉って拡散しま,しまうことは、逆に男性の人権侵害、名誉毀損という問題に発展してしまう可能性があるし、またそもそもサロン内の名場、えー、同士のトラブルであっても、直接的にはサロン内部の活動で起きた事件ではなく、サロンメンバーを巻き込んで問題的な適切ではないと考えたということですね。 からまた当事者である大太洋から事情聴取したが、トラブルがあった翌日も、当事者同士で仲良くさないやり取りをしていることが確認できたと。で、男性からはこういったあの弁明の投稿はなされたということですね。で、被害女性からも事情聴取しようと思ったが、サロンを退会されてしまい、直接接触できないままだったということで、えー、結局のところ、当事者同士の解決に至れることとし、女性からの被害申告の投稿を削除したと。 これが福永先生に言う母中、ねの,まあの,の経緯ですね、これの説明ということです。まあ、この経緯の説明でもほとんど決着ついているような気がするんですけどね、<laughs> 気のせいなんですかね。<laughs> ということです,です、ねで。この投稿なんですけども、2つの点で社会的評価を低下させるというふうに述べているんですねで。1つはセクハラが起きるような活動内容だったとっいうことですね。 それからもう一つがあ、で、このセカラというのは、これ、真実ではないとういうことですね。はい。まあ、あの事情聴取で真実でないと言い切っちゃっていいのかっていうのは、ちょっと、まあ、あると思うんですけど、まあ一応、えー、原稿がそう主張してるっていうことですね。からえー、と2番目の点については、あの 原告が運営する本件、サロン内でセクハラ事件が起き、被害申告情勢が被害内容を告発してにもかかわらず、それを鑑みずに、えー、帰り見ずにですね、当該告発をこう一方的に削除し、事件を隠蔽したとの評価を受ける言及であって、社会的評価を低下させると。はい、あのどこが真実じゃないんだっていうツッコミやめてくださいね。<laughs> いや、ツッコむのはいいけどさあの、私に低評価つけるのやめてくださいね。はい オーケーサロンの注意規約として、大会社の投稿についてはえ、原告等のサロンオーナー側の判断で削除することは記載されていると。でえっと、注意事項、各、え、個、ー、規約に合致するという意味で、被害申告情勢の事前の承諾の範囲内であるという、まあ、あの非常にユニークな議論を展開されております。ということですね。からなお,お、被告ですね、金子先生の行為は、本件サロン内でのお 情報は外部にに漏洩ししなならいいいという規約に反していると要するに、かんねこは、その、規約違反なんで、それも理由に訴えるんだということをですね。いや、かんねこ先生は悪い人ですね。<laughs> はい <laughs> ということですね。<laughs> はい。で、これに対してですね、あのかんねこ先生に誰がついたかというと、え中村剛先生ですね、武志先生ですね。はい <laughs> あの宮古先生の代理人と一緒ですね、あの中村武先生がついているということで、6月23日に単行答弁が出て、から7月26日にです、ね、被告代理事務署名が出ているということですね。で、この代理事務署名ですね、認、まあ、否ですね、まあ、これは当然あのあの、請求企画を求めるということ、あえー、と答弁に対する認否があの、請求企画を求めて、原因に対する認、まあ、否をちょっと省略しました、あのうん、長いんで。 被告の主張ですけれどもあの、原告は不当な動機で本数を提起していると <laughs> いうことですね。原告はおよそ認められないものを含めて多数の訴訟を提起していると <laughs> いうことで,で、少なくとも21件に及ぶと <laughs> 言っているわけですね <laughs>。これ、ちなみにあのマリベッコさんの,、ね、あのやつから取ったやつであろうものが、なんか、べしかなんかついてるんですね。それで、問、え、い、っとね、ナ事件ですね。 東京地裁令和2年は200285事件ですね、これにおいては、原告の請求に理由がないことを認めた上で、公害禁止条項を盛り込む和解案を提出するような状況であるということですね。でこのような訴訟通告からすると、原告はおよそ名誉基損が成立し難いと考えられる言動においても、原告に対する批判的言動を封じる目的で、損害賠償請求しているというわけですね。 で原告代理人がどういうことを言っているかというとあそうだ、えっとで、こちらですねあの、原告ですね、ハーチューは原告代理人、つまり福永克也先生に対して多数の事件を依頼していると、でそういうです、ねまあ、密接な関係があるんだとで。その福永先生が何を言っているかというと、知的好奇心を満たしつつ、気にならない奴らに合法的に攻撃できる楽しさといったら、当分モチベーションを保てる。 いちいち目的とは考えていないんですよ。むかつくと思うやつが自分や友達に絡んでる。だったら同じように不快に感じてもらい、また法的手続きもできることをする自然な報復感情である。ということで、まあ、不当な目的を自分で言ってんじゃないかってわけですね。からまた、高橋先生なんかに対しても、えー、訴えの、えーえー、およそ名誉毀損が成立しがたいと思われるツイートを何十と請求権に加え、 かつ訴えの変更を繰り返すなどして、裁判長から訴えの変更についてこれ以上は認めないと示唆されたり、本当にすべて違法だと主張するのかなと、確なめられるような状況であるというわけですね。はい、で、また総務省の橋情報開示のあり方に関する研究会においては問題視されているというわけですね。これ読みましょうか、若林議員ですね、えー、と去年です、ね、令和2年の8月28日開催の会合においてです、ね、若江構成員から次のような質疑がされていると。 最近、誹謗中傷を訴う弁護士の中で、えー、有名人やタレントに対して手数料なしで発信者への通知を引き受けるという宣伝、えー、検伝したりとか、あるいはアンチの顔を友人限定で会話しているとつぶやく弁護士がいたりして話題になっておりまして、今後、制度の乱用的な事案が増えていかないかという懸念がありますと <laughs> いうことですね。<laughs> まさに、ね、クラワー先生を念底において、その乱用的だということを言ってるわけなんですよね。はい ということでございます。その中でですね、まあ、まず冒頭に、あの,権利の内容なんじゃないのと、まあ、いうようなことを言ってるわけですね。で、名誉毀損が整理しないと、まあ、いうことを述べております。で、ちょっとしばらく略しまして、で、原告の主張ですね。で、まずね、その原告が何言ってるかってことなんだけども、平成30年8月1日頃本本県サロンの女性サイン、杉、えー、原悦子から、 男性会員との間で性被犯罪があったの告発投稿はサロン内になされたが、原告は管理者権限で当該投稿を削除したのことである。これに対して原告が当事者である応対応から事情聴取し、当事者同士は仲の良さそうなやり取りをしていることは確認できたから、少なくとも男性側を一方的に非難し、サロンの大会措置を取るケースではないと判断し、当事者間の解決に出れることとし、女性間投稿を削除したとのことである。まあ、これも原告が認めていることだからね。うん。 では前提として、本件サロン内で杉原悦子氏が性的被害を受けたという投稿を行い、原告がそれを管理者権限で削除したことは真実であるというわけですね。でまた、原告の主張によっても、女性会員である杉原悦子氏からヒアリングを全く行っておらず、女性の投稿を見ただけであるとでこの。このことから当事者からヒアリングを行ったなどとは到底言えないというわけですね。また、原告が応対をですね、これ、加害男性のまあ加盟ですけれども、 から、えー、事情聴取した上で投稿削除したという点も真実はないと。ですなわち、広10号章の8ページにいるわけですね。これ、広号章だっていうのはすごいポイントですよね。<laughs> 公合章っていうのは原告ですね。福永勝也先生が自ら出した証拠ですからね。<laughs> 女性の被害申告は昨夜1時ごろ、すなわち平成30年8月1日の午前1時ごろになされ、原告は2時ごろ削除した。すなわち約1時間後の同日、2時半に削除したとされているというわけですね。 一方、原告が太田に事情聴取したのは、同日午前7時36分であると。つまり事情聴取のです、ねえー、5時間前にはもう削除してんだってわけですね、えー。原告が女性からの被害申告を削除したあとであるが、ね、当然、やり取りを確認したのもそのあとだということですね。からまた、杉原悦子氏が同行した内容は、太田を名指しするものではなく、ある男性、彼としか述べていないと。 いうわけですねもうこれも皇后省なんですよ。えー、原告ですねが自ら出した証拠にそう書いてあるんですね。<laughs> ということで、緊急性がないとで。緊急性がないのにです、ね、ヒアリングを行わずに、また承諾も得ずにです、ね、で管理者権限に削除しているということです。なお、入管の時の包括的な承諾あったか否かなど、本件の論じる上で無意味であるということですね。論評としてのをあのをあ 脱出するものではないとです、ね、当事者からきちんとヒアリングして事実関係を確認した上でオンラインサロンメンバーにもきちんと説明できる形で処理すべきだったと、まあ、いうことを述べてるんであって、論評としての域、ね、をあの超えるものじゃないでしょうということですね。か、は、ら、い、と、規約についてですね、金子先生が規約違反だとか言ってるんだけれども、これはですねあのサロン閉鎖後に作ったものじゃないかというんですね。 まあ作ったというか変えたのかな。うん。えっと、原告の証これも原告なんですよ。原告の証拠説明書によるとなんですよ。原告の証拠説明書によると、項1から9の作成時期は令和2年頃とのことである。杉原悦子氏が投稿を行ったのは、これ、仮名ですけれども、えー、平成30年8月1日であり、で、原告が本件さのを運用したのは、平成30年3月から平成31年3月まで、これも創業2ページに書いてあるんですね。<laughs> えなのであるから、項9の1から2、これ、あの、管理規約ですけれどもね。 えとサロン規約か、サロン規約ですけれども、えー高,かえー、高級の1から2は、本件サロンが終了した後に作成されたものであり、全く無意味なものである。<laughs> いや、これさ、お都合証を出さないで証明されるなら分かるけどさ、皇后証と訴状で書いてあるんだよね、まあいいや。はい、だから記載内容も違うということですね。あのっ規約という文字はは、えー、当時はなかったと いうことだし内容も違ってるってわけですね。から、オツの13、これはあの、カンネコ先生がオツ12という形で、あの、まあ、ちゃんとね、あの処理した方がいいんじゃないかっていうのことを、まあ、発言したらしいんですね。で、それに対して、えー、パーチューの回答なんですが、オツ13なんだけども、これを見ても、最終的には私の権限で削除します。で、今後はその旨、キャンプファイヤーサロンの説明にも加えておきますということで、要するにその時点では、こうやってなかったっていうことなんですね。<laughs> よく記載されており、えー、原告はこう9の1から2にあるオンラインサロン全体の周知が必要だと感じない投稿、および大会者の投稿はサロンオーナーや運営メンバーの判断で削除します文字は、えー、次原悦子氏の被害申告があった後に書き加えられたものであることがわかるということですね。からと、この事件はもう8月2日にニュースになってたので、もう高知の事実だから漏洩にも当たらないと、まあ、いう,ようなことを主張されているわけなんですね。 で、これ次回がね、9月9日だったかな。えー、で、これもあ口頭、あの、答弁論で行われると、まあ、いうことですから、まあ、今日、まあ、中村先生は出頭するでしょうし、まあ、神先生来るのかどうかわかんないですけどね。えー、いうことですので、まあ、今後もですね、まあ、注目していきたいと思います。なんかまあ、今のところ、ちょっと原告、はたいろわりそうなんですけども、まあ、原告のまあ主張があればですね、まあ、それもちょっと取り上げていきたいなと思っております。 それでは、えー、よかったらチャンネル登録と高評価ですね、コメントの投げ銭の方、お願いいたします。どうも、おやすみなさい。<laughs>